リバプール遠藤航さん、現地サポーターからめちゃくちゃ愛されてる模様。そ、気分が台無しになった。ただ休んだだけだよな。遠藤なしなら中止だ。大きな損失だ。遠藤がユナイテッド戦に戻ってくるのを祈る。彼なしでは戦えない。今夜は単なる予防策であるのを願う。これが現地サポーターの声だよ。遠藤がいたらもっと苦戦してた可能性もあるだろ。最近のプレーは全然良くないし、少なくともここの連中が言ってた幕張は遠藤がいないとダメってのが間違いだったのは確か。ブライトン戦がなんだって？遠藤いなくても幕張スターはすごい選手だけど、遠藤いたらそういうチームのエース的存在を楽させてあげられるからな。遠藤はその点で替えが効かないし、そういう汗かき役割を喜んでやってくれるのが良いんだよ。12月に遠藤は幕張いない時に MVP 取ってるだろ。攻撃しか見ない奴はサッカー見るの向いてないよ。幕張も遠藤もどっちも必要とみんなわかってる。毎度おなじみ遠藤アンチ思考で凝り固まった間抜けアンチ脳だけがアホ丸出しで遠藤不要論を唱えている。プレミア優勝したいね。絶対的レギュラーで優勝の日本人1号になってほしい。リーグとヨーロッパリーグで過密日程だけど頑張れ。とりあえず遠藤幕張は互いにスペースを埋め合ったり、ビルドアップで逃げ道を作ったり、頭の良さがあるからな。幕張誰も助けに来ない。遠藤が恋しいよ。数ヶ月前のバリゾーゴンが嘘のような上げっぷりだな。あとは来季の監督次第だな。アモリムなら遠藤起用してくれそうだが。